9回目になります。おお、ってことはですよ、ってことはですよ、あった今回の後半戦が記念すべき100回目になるんですよ、はい、そういうことになります。皆さんいつもありがとうございます。本当に本当にね、こんな100回目とか迎えられるのも、まだ迎えてませんが100回目を迎えられるのも本当に視聴者の皆さんの応援あってこそのね、おかげです。おかげでございます、はい、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今年も一生懸命頑張りますんで、姉妹およびパチンコ業界をよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲストはラッキーゲストチャンスというわけでですね、なんとなんと世界最弱のヒーローとパチンコ実践塾史上最弱のオカマさんに来てもらってます。ちょっと待ってください。最弱のオカマさん、そうなんですよ。99、100回と、はい、記念すべき、もう月にしてみたら何50ヶ月、はい、もう何年ですか、す1年12ヶ月しかないのに50ヶ月になってるんですよ。そうなんですよ、もうご長寿番組に呼んでいただいてありがとうございます。記念すべき回に申し訳ない、ね、本当に申し訳ない、びっくりしたよ最弱って。まあ否めないですけどね、その通りなんですけども、否めないで、はい、ではそれでは改めてお一人ずつカメラに向かって自己紹介お願いします。はい、あたいの引きを見たかで、そろそろ言いたいな、南まりかです。よろしくお願いします。はい、じゃあどうぞ。体は男、心は乙女、その名はゲイパチンコライバーのチャミ中本です。ちょっと間違えたって言ってみました。あー、なるほどね。自分のことは棚に上げて知らせてもらいますけど、勝てないよね。ちょっと待ってください。すごいよね。すごい親近感が湧くんだけど。本当ですか？本当ですか？本当すっごい。あのさ、ホストって勝てないよね。ゲストって強くない？あ、それなんかわかる気がする。そうそう、あるでしょ、あるでしょ。みんなゲストってきますね。ゲストの時は結構強い。でしょ、でしょ、そうだったでしょ。そうでした、そうでした。私たちもそうだったと思います。本当ですか？ただ、あれですよ、2012年になりましたから。そうそうそう。年が変わったということで。ね、気持ちも新たに、意気も新たに。そうですよ。あるかもしれないよということで。はい。ちょっと私疑問なんですけど、マリカちゃんの突撃ドロップキック、唐突ね、唐突だ、ありがとうございます。申し訳ない、全然いいです。唐突ドロップキックって何なんですか？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 何でそんなふわっとしてますか？なんでそんな番組名なのかな？だってマリカちゃんって可愛いじゃないですか？ありがとうございます。可愛いじゃないですか。いい感じですか。ベージュの問題。ありがとうございます。いや、分かんない。だってマリカちゃん、あ、そっか、可愛い子を使うから可愛いっていう番組にしないってことだね。で、あの、なんとなくですね。やっぱりふわっとしてる。ふわっとしてます。意外とこう膨らまないんですけど。だからマリカさん、マリカさんの得意技がドロップキックとかそういうわけではない。そう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 。正義の味方なんで。ちょっと消してくださいよ。設定上です。うん。あ、設定上。そんな来てなんだ。そんな来てないよ。ね。あ、アクションシーンだったらもう任せてください。いつでもやります。はい。じゃあ今度見せてもらいます。ちょっとで。まだまだまだ早い。わかりました。それでは今回のレディースバトルはこのお二人を招いての実戦になりたいと思います。それでは皆さん元気よく行きましょう。それではここで番組ルールの説明をさせていただきます。実践時間は前半4時間、後半4時間の計8時間、完全自腹のガチンコ勝負です。2対2の乗り打ち対決とし、実践終了時の合計収支で勝敗を決定します。実践終了時にカス編中、時短中、 ART 中だった場合、1時間まで延長猶予が可能です。手玉共有が可能なホールの場合、チーム内での共有実践はもちろん OK です。負けたチームには超絶罰ゲームが待っております。そして相手チームより収支が上回っていた場合でも、結果的にチーム合計収支がマイナスだった場合、番組的にはそれは勝利と認めということで、勝利チームのどちらかの方にも罰ゲーム執行。明るく厳しいレディースバトル、最後に笑うのはどっち？それでは皆さん頑張ってくださいね。チャンさんどうしましょうか、ね、私でもあの弱いんで勝てる気がしないんですけども、すでに
ちょっと気持ち、気持ちだけは、気持ちだけは負けちゃダメ。最初から気持ちを感じていないとダメなんだね。そうです、そうです。強気でいきましょう、強気で。どうしましょうか。あ、じゃあ、何にしよう。と言いつつ、マリカちゃんがやってきたのは、スロット北斗の島。めっちゃ、めっちゃ、すごい。すごい。その中で、前日回数のついている台を発見。一旦、これを、やってみましょう。とりあえず、設定変更してるかどうかっていうのを、ちょっと、見れたらいいなと。そして、相方のチャーミーさんは、はい。朝一ゴッド様で、まあなんかあのリセットかかってたら朝一もしかしたら低投資でゴッドゲーム入るかもしれないということで、まあ、ちょっと運試し的な感じで打ってみようと思います。これぞ最弱の立ち回りだぜ。世間打ちたかったけど空いてなかったんで本気いたんで。ルミちゃんはパチンコの寝台エヴァセブンの島へ。どのエヴァってこと？はい、結構ね甘いと思うんですよ。もうや99回目ということで99番台です。噛んじゃったステージ自体は前日の引き継ぐんでそこは気にしないんですけど、天国っぽい感じが見受けられたら、まあ、変更してるんじゃないかなと思うんですけど。リセットかからなかった時にどうするかっていうのはね、いつもいつも迷うんだけど。あきちゃんは得意のモンキーターンで実戦開始です。99回目のオンエアにちなんで99番台のエヴァをチョイスしたルミちゃん。はてさてどうなることやら。へそがかわいい。へそが、行ってまいります。運試し的にとまずはギャンブル台のミリオンゴッドを選んだチャーミーさん。さて本日の運勢はいかがでしょうか。いきなり3連とか揃ったりして、おお、これ次リプレイ決めたらゴッドゲームですよ。なこの3回の時点で抽選もしてますし、運命の4回目。奇跡、打ち始めて4ゲームリプレイです。すげえよあんた。ちょっとこれで私は最弱とは言わせないからね。これであのゴッドゲーム1回は確定で、ここからさらに乗せるほどにリプレイ揃うほどにゴッドゲーム上乗せしてくれますので、あ、これはリプレイっぽくないですね。残念。まあでもゴッドゲーム確定です。はい。どうも神です、ありがとうございます。というわけで9ゲームでゴッドゲームをゲット。いきなりとんでもない引きを見せてくれます。ゴッドゲームスタートでございます。ラスト。ゴッドゲーム中の上乗せはなく、あららららららら、おそらくだからリプレイ3連では当選しなかったってことですよね。まあ、そのリプレイ3連成立時のゴッドゲーム当選率に設定差があるんで、設定1で 3%、 設定6なら 18% あるんで、リプレイ3連でサクッと当選してると
もしかしたら越せてみたいな期待が持てたんですけど、まあサンプル1回じゃ分かんないですね。おお、赤7引いたけどちょっと遅い、もうちょい早く引いてほしかった。いやー、ゴッドゲーム終了後14ゲームですね。あの、たとえゴッドゲーム中じゃなかったとしても赤七様が降臨してきたことに感謝。はい、これは間違いなく引き強ですぞ。設定変更してるときに6だった場合は結構あの天国移行しやすいじゃないですか、3分の1くらいでするんですけど、そうじゃなかった場合しないので、ちょっと今それで悩んでるんですよ。これしてないかなとは勝手に思ってるんですけど、ってことは6じゃなかった場合はしないことの方が多いわけじゃないですか。ってことは逆にしてそうな台を探してあの天国移行した場合に打つっていう方が堅実なのかなとは思うんですけど、どうしようかなっていうね、まだ悩んでるんですよ。まだあのお客さんもそんなにいないので選びたい台を選べそうなんで、ちょっと一回他のとこ見に行きたいと思います。移動が可能なうちにいろいろ調べておこうということで、まりかちゃんは一旦この台を離れることに。どれ、まあ、とりあえずこれにしよう。これを少し打ってみたいと思います。てなわけで522番台へ移動。やっぱケンシロウが第一停止で振り向くってことは通常以下だと思うので、まあ、その3分の1の可能性に今日はちょっとかけたいと思います。なのでやめたいと思います。端っこから行こうか。じゃあ端っこからにしよう。さっきこっちだったんでこっちにしよう。こっから行きます。正義の味方南まりかは朝一の降格台を求めて今日も貪欲に立ち回ります。さて3台目の手応えは。お、第3で振り向いた。今見ました、第3で振り向いた。ということは天狗ちゃんねまあでも1回でもあればねいい方だと思うので、とりあえず早い段階で今分かったんで昨日よりは良くなってると思いたい。なので昨日がこんだけなので3回、まあ、片や隣は76回ということで、これはまあ多分設定変更してるんじゃないかなという思うので、これを打っていきたいと思います。よかった出会えた。さてこちらはあきちゃんのモンキーターン、現在投資は5000円。私以外のみんなが S ブラシに入っているような気がする。そんな一人置いてけぼりを食らっているあきちゃんですが、ここで強チャンス目の跳馬ですね。 ART ゲットなるか。お、びっくりした。よかった。116ゲームで SG ラッシュ突入。周り見てると多分年代リセットっぽいんで、東口くん頑張ってください。お、反発回避。まずは2連目。また動物さん。
残念、ここは2連で終了でした。ロゴなしですね。うまそう。さてこちらは G ゾーン終了間近のチャーミーさん。おおやった、イエイエイ。いやもしかしてこれループストック率いいところにいたりして、まだ打ち始めて30分も経ってないのに早くも箱使っちゃいますよ。これが5号機屈指の出玉スピードを誇るミリオンゴッドの威力。いいですね、やっぱゴッド様はこの出玉スピードの速さですよね。お、強水化だよ。もしこれが定額だったとしてもこれ強水化引いたんで、まあ、1個は上がってると思うんで通常ぐらいにはいると、最低でも通常だという状態ですよね。この台での投資は2000円、総投資は現在5000円です。おーおーおお、そんな時に第3で振り向いてくれてよケンちゃん。美と知恵の星、ユダコの女に。おお、もう一発引いてよ。もらっていくぞ。これちょっと良さそうじゃない。愛の引きをいただきました。ありがとうございます。てなわけで117ゲーム ART ゲット。激闘なんだ。見て見て、人の番組だと強いみたいです。やった、ここで上乗せをたくさんできるといいですよね。このままで終わっちゃってやっぱきついから。さてヒーローマリカの第1戦目は、でもお来たやりおったぞ。継続、ケンさんかっこいいっすよ。さて時を同じくして相方のチャーミーさんですが、弱いか。またしてからシュワシュワってゴッドコイン出てくるかななんて思ったけど、さあこの神殿ステージでの挙動を見つつ天国モードじゃないなと思ったらカニ歩きますよと、しばらく打っていると、お、今カニ歩きの準備してたらまさかの神のイカ寿司ですよ。7止まったらすごいことになりますよ。あ、赤7 また引いちゃうのかな。うわ、これ赤7引いちゃうと思います。ちょっと赤7の引きが半端ないです。これが本当のスター性ってやつです。またしても通常時の赤7ゲット。エクストラ入ります。ちょっと今油断して赤7ちゃんと目押ししなかったんですけど行ってまいります。本人もまさかのエクストラゲームに突入。乗せまくっちゃってください。よーし、よーし、おー気持ちいい。ところがこのエクストラゲームは終了とはいえ赤7エクストラ中に1回揃ったんで、はい、これで最低2個ストックしてます。こちらは激闘ラウンド中のマリカちゃん。いやー、お、あー来た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 、レイ様来た、レイ様来た、あー来た、やばい、ケンさん、あー、ふわって、あ来た来た来た、ほら来た、よっしゃー、いけいけ、
いきなりプラス150ゲームの上乗せをゲット。ゲストチームのお二人、最高のスタートダッシュを決めてます。っていうか姉妹チーム、ここまであまり映ってませんよ。そしてようやくチーム二階堂のカット、モンキーターンを打ち込んでいたアキちゃんですが、どうしよう、ちょっと他の台見てきます。番長の朝一台がまだあるんで、番長打つのはありかな。そしてこちらは、おお、ルミちゃん生きてましたか。ああ、格納庫のような気がする。これねえ、今格納庫出てなかったねえ、どういう、しかもレインボーじゃなかったね。見た、今ちゃんと撮ったね、私よく見てなかった。ちゃんとレインボーでしたよ。期待して見届けましょう。パイロット、え、見てるか。はい、上乗せもしないし、レンジャーもしない。かわいそう、あーちゃん、かわいそう。まだそうだ、フライ、おお、当たった当たった、奈良で当たった。アキちゃん当たった、当たったのに、すごいよ、アキちゃん、アキちゃんが来たら当たったよ。これぞアキちゃんパワー。投資8500円、138回転で嬉しい七図柄をゲットです。というわけで確変に突入したルミちゃん、今まであんまり映ってませんでしたからね。いいとこ一つ見せてくださいよ。よくわかんないや、よくわかんないけど確変終わっちゃった。揃った数字は4ですが、いや、昇格にかけましょう、昇格に。ないよ、ワンセットばっかり。あー、昇格はなしよ。いやいや、時短が終わるまでは諦めちゃいけませんよ。よし、ここで理由なんとなく、だって分かんないし。はい、それでは2台目は番長の294番台行ってみたいと思います。気持ちカニ歩きするかもぐらいの勢いで。フィーリングで選んだ台ですが、勘の鋭い卓上の舞姫、何かを起こしてくれるはず。来たー、あー、ドキドキする。えい、あ、またまたオーラがない、またオーラがないですよ。あー、本気出してきよった。ちょっと、ここで北斗豪昇派が発動。マリカピンチ。ケンさん立ち上がってよ。まあ知ってるよ。キャッ、ケーン、よし来た、来た、見たか、当たり抜きを。これが本当の実力ってもんですよ。帰ってきたパチンコ恋心選手権。はい、このコーナーはですね、パチンコパチスロのキャラクターを今回も始まりました、帰ってきたパチンコ絵心選手権。このコーナーでは出演者の皆さんにパチンコパチスロに関するキャラクターを自らの記憶のみを頼りに描いていただきます。もちろんカンニングは禁止。そしてそれぞれ出来上がった作品を発表し、審査員の方に順位をつけていただきます。最下位だった方には絵が上手になるというセンブリ茶を飲んでいただきます。それでは皆さん、絵心披露しちゃってください。はい、それでは今回のお題はこちらです。あ、結構すぐ行くんですね。はい、あ、そっち系ね、そっち系ね。あー、出たもんね。これはね、勝負だと思う。ちょっと、絵型どんなんでしたっけ。
あのし、でこれダメよダメよ、あのカンニングとかダメですから。そう、質問、質問をダメダメダメ、質問出せないですか。はい、質問出せない。記憶力伸びですから。ちょっと待って、思い込んだら試練の道よ。てなわけで今回もやってきました、試練の道。お題はスポコン漫画の代表格、巨人の星より、主人公の星ヒューマさんです。パチンコに初スロにと大活躍のヒューマさん、その演出はなかなかにツッコミどころ満載で、思わず爆笑された方も多いのではないでしょうか。それでは皆さん、今回も気合とど根性で絵心披露しちゃってください。答え合わせ、やってきた。はい、みんなに一生懸命描いてもらった、はい、巨人の星のヒューマ君、うん、これでした。大人になったんですか。あ、大人になった時を描くの。いや、ヒューマであればいい、ヒューマであればいいと思います。少年時代だろうと、少年時代おじいちゃんだろうと、おじいちゃんすごい躍動感ある感じですね。すごいですね。はい、じゃあチャーミーさんからいきましょう。で、チャーミーさんは、はい、学生時代、はい、美術の成績は美術でもあの5段階で言うと、うん、4とかも、結構いいじゃないですか。あの独創的だってよく言われてたんで、ああ素晴らしい、そういう意味で4ってこと。そうそうそう、素晴らしい。はい、じゃあチャーミーさんお願いします。ですか、はい、ちょっとあのなんか皆さんと被っちゃったかもしれないですけど、何か私も幼少時代に一緒だ、書いちゃいまして、みんなそうだね、はい、逆逆逆なんかひげ生えてる、なんか猫みたいになってる、かわいい。え、あ、ここにオレンジ、そうです、あの子供ながらにして、結構ガチムチだよっていうのをアピールしてみました。ちょっとガチじゃん、これあのシックスパックですよ。結構だけが6つで割れてるところをですね、ヒューマはやってたし、ヒューマやってたし、でもな、それなんで赤いんですか、手が。あのボールを投げようとしているところを他のがつながれちゃった。ボールを握っている手をかけなかったんですよ。あ、なるほど。でも思ってたより上手でした。本当ですか。あの躍動感は出していますか、この赤オーラみたいな感じでね。はい、赤オーラで躍動感バッチリなガチムチヒューマを描いてくれたチャーミーさん、密かに編み出された大リーグボール4号とはボールと手が一体化するボークスレスレの技なんだにゃ。さあ次行きましょうか。はい、じゃあどうしようかな。じゃあせっかくだからマリカちゃん続けていこうか。マリカちゃんは美術の成績はいかほどでした。 4、 あ、一緒だ。5段階で、5段階です。優秀、腹立つ。はい、じゃあオープン。いや、見て描くのは上手なんだけど、見ないで描くのは下手なんだ。わかるわかる。いくよ、ドン。え、なんで、ダメこれ。かわいい、ね、このままじゃなかった。ダイニングボール3号。ダイニングボール、ダイニングボール、ダイニングボールじゃないの。それ、どんなボールですか、ダイニングボールって。え、あ、わかったわかった、あれだ、あの卵が勝ちだ。あれだよ、投げてるじゃないですか。ダイニングボールだよ、ダイニングボール。ダイニングボールなの。だってダイニングだよ。なんか髪型違くね。
2万円髪型のね、分かんなかったよね。え、ボーズでしたっけ。なんかもちゃもちゃしなかった。多分髪型は私が一番ここなんでしたっけ。大リーグ養成ギブスで特訓する姉を木陰で見守る秋子姉さん。ヘアスタイルこそ今風ですが、大きなミスもない海ちゃんの作品。今回は千塗り、免れたかな。いや、先生お願いします。なんか大竹先生はあのちゃんと成人した日の分なんだけどおお。だってちゃんと着るよ、帽子かぶって巨人のほうのユニフォーム着て。かわいい、かわいい。ちょっと待って、 GY ってなってますね。ジャイアンツの GY なんだけど、ほら混ざってるじゃない。そうだったよ、そうそうそう、 G と GY が染まってるんだよ。そう、 GY って書いたんだけど、 G だけの感じ。昔の G だよね。後ろのオーラでこう動かす。あ、そうだね、衣装一緒。ちゃんとしたヒューマンを描いたつもりというアキちゃんの作品ですが、なんかどこかで見たことがあるんですよね。そしてよーく見ると目が怖い。さて、ちゃぶ台をひっくり返されるのは果たして誰の作品でしょうか。審査発表は太田川島店のアルバイト、伊藤さんにお願いしたいと思います。お願いします。お願いします。マリナス、そうなんです、マリナミマリさんなんです、うん、イラストリアスマリアス、マリさん神々じゃないですか。ちなみにあの巨人の星はご存知ですか。あ、はい、パチンコでも見たことがありますし、テレビでも見たことあります。あ、はい、テレビでも再放送で。じゃあみんな、はい、書いてて、はい、見てもらって、こちらこちらこちら、はい、1位、2位、4位、3位を選んでいただきたいと思うんですけれども、まず1位を選んで理由をお願いします。あ、1位を選んでください。はい、はい、もう決まってます。おお、私の好きな理由はマリカさんが書いたこちらです。やったー、いいですか。大人気ボールって書いてますけど、いいんですよ、ほら、いいんですよ。もう人事とか関係なくても、なんていうか、この絵のバランスと、あとこうヒューマの強さと言いますか、はい、はい、もう全体感じで嬉しい感じ。うわー、嬉しい。それが強さなんですよね。そうだね、ね、ビューティーね、やったー、はい、一番好きです。嬉しい。間違ってたって関係ないんでしょ。関係ないです、間違ってない、気持ちですね。そうです。よっしゃー、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、はい、じゃあ、続いて2位をお願いします。はい、じゃあ私はここにいます。やったー、私一番モテないと思ったんです。みんなものを見てて、私今一生懸命出してたんで、ありがとうございます。通じましたね。じゃあ、はい、理由をお願いします。はい、理由は、うん、絵が可愛いのと、あとここになんかいるのが、あ、こちらがいるんです。はい、お姉さんの愛を感じます。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、ママすごく嬉しいです。気持ち嬉しいです。嬉しいですね。はい、それではですね、残るは2枚なんですけども、4位を、最下位を、これはヒューマではないだろうというものを選んでください。難しい、ごめんなさい。はい、理由をお願いします。チャーミーさんのは、はい、筋肉があって、はい、この鍛えてる感があるんですけども、そうなんですよ、はい、そちらのは何と言われてユニフォーム着てるんですよ。着てるけど、だからなんか気弱そう。バテナー、はい、最下位だった2階のアキさんには絵心があると思います。茶を飲んでいただきたいと思います。はい。あ、上達するんですかこれ。そうなんですよ。これ飲むとすごい絵が上手になるらしいんですけど、私100万回ぐらい飲んでるけど。でもほら2番だったじゃないですか。あ、そうだね。ね、ちょっと上手になったのかな。うん、上手になった。いきますよ。はい。召し上がれ。あきさんかわいそう。あきさんあれ綺麗なのにかわいそう。ね、あきさんが好きで書いたの。おお、偉い。素晴らしい。やっぱ。はい、それでは我々に一生懸命描きましたヒューマくん、ヒューマくんを最後入れて、はい、視聴者の方にそれぞれ1枚ずつプレゼントしたいと思います。はい、宛先は番組の最後で。それでは引き続きにしてもらいます。
様をご覧ください。絵心が上達したはずのあきちゃんは投資2000円で特訓中。フィーリングで選んだこの台ですが、果たしてリセットに引っかかってくれるでしょうか。当たった。お手つきなのに取りに行ってるからね。当たりました。お化けです。60ゲームでレギュラーボーナス。ここから天国モードに上がってくれてるといいのですが。どっちかな。25ゲーム。続くざまに赤7番長ボーナスゲット。ドロキさんで、まあ、番長いただけらし入んないとどうにもなんない台だよね本当に。とかなんとか言って打っているアキちゃん、あっさりボーナスが終了かと思いきや。150だった。あ、当たった。待望のいただきラッシュに突入。いただきラッシュ。すっげえ久しぶりにこらえた。マリカちゃんの北斗はまたもやラオウの攻撃ですが。いやー、パンチにしてください。絶対ゴーショーハ出してくるよ。あ、キックだった。なんだ、ケンさんだったら避けられる。食らっちゃったよ。もうちょっとしたらチャーさんの様子でも見に行こうかな。あ、ゴッド打ってますよ。なんということでしょう。チャーさんすごいじゃん。1000枚オーバーでございます。すごいじゃないですか。私たち最弱とか言われてたけど、ちょうど1年前に2人でコンビでゲスト出させてもらった時、二階堂姉妹に勝ってるよね。そう、チャーさんのおかげで勝ったの。どうなの調子は。今850枚ぐらい。お、すごいじゃん。え、プラスプラスプラス。浮いてる。おわ、ちょっとこれ二階堂姉妹なんか目じゃないわ。そうよ。まあでもちょっと終わっちゃったから、またここから頑張らないといけないんだけど。ワン、ツー、スリー。5連チャン目来てるわ。よっしゃー。黄色7、5回目。シュワ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 。ああもうこのトランスがやばいわ。ノリに乗ってるチャーミーさん、テンションも最高潮でございます。うわうわ、ああもう超楽しい。あ、なんか今ちょっとレインボーじゃなかった、ボタンね、ボタンちょっとなんか虹色に光ってたような気がします。ちょっとスローでもう一回なんてね、そんな機能があるのかどうかは分かりませんが、当たった。やっぱレインボーだったのかな。あー、モバパッチしてたらそれも見れたのに。さあ、そして大事な昇格チャンスは。出た、シンジ君が止まり核変よ。まだ7だった、こっちが入ったね。どこだ、やりが出ません。あー、出た、やりできろ。あ、できた、できた、これできたの。あ、あれ、そうそう、このシーン一番好きかもしれません。全回転いただきました。名場面ですよね。
当時最高。あ、全開だね、全開だね。出ちゃった。もう最高、マジ最高。あー出なかった。今度こそ君だけは。珍しい2桁で当たった。15回転で5連目をゲット。そして6連目、ルミちゃんもゲストチームに負けじと連チャンを重ねます。一方、アキちゃんも楽勝。ここで赤七をゲット。畳みかけるように65ゲームで赤7。ここで残念です。 ART は終了してしまいましたが、一撃約1500枚をゲット。プラス息でひとまず安心。出そう。朝一から出っ放し状態のチャーミーさん、さて連チャンはここで終わってしまうのか。7連。おうまだいました。これにて8連目に突入。ここでの V 揃いはマジで嬉しいでございます。マリカちゃんの北斗はその後激闘ランブに突入し3連を消化。100ゲームほど回したところです。えい、よし来た。かつて兄と呼んだ男ジャーギーすごいムカつくブヘーよー。貴様には地獄すら生のみ白い激闘ランプ。ただ白い。しかしあれですね、ボーナスが全然引けないですね。いよいよバトルです。いくよ。えい、あー出してきた。来ました、北斗豪勝派だよね。さあ一撃2000枚オーバー。そしてうわうわ来ました、10連チャン。わしかも記念すべき10連チャンが V ちゃん素敵。
よくわかんないけど、高設定狙いではないからやめよう。やめて、1391枚でした。おお、これを開いてるよね、開いてるよね。1台開いてたんで、エヴァゲットしました。はい、それでは3台目、エヴァを打ちたいと思います。エヴァは初打ちで6もあんまり打ってないんで全然わかんないかもしれないですけど、図柄がそろえば当たりっていうことやね。と、アキちゃんがパチエヴァに移動。そしてルミちゃんは、あーほーほーほー、光った。おわべべべべ、いやー楽しい。この音、いつ聞いてもいい音ですよね。49回転、時短からの引き戻しで各辺ゲット。続いて13回転、16回転と各辺を引き当てるルミちゃん、都合9連ちゃんです。今日はエヴァとのシンクロ率最高潮みたいですね。珍しく序盤から出玉勝負を繰り広げる両チーム、連ちゃんが先に終わるのはどちらでしょうか。おお、そしてチャーミーさんは3000枚を突破。朝一から止まりません。わあ、そうですか。13連ちゃん十分です。出玉は3箱を突破したところで、前半戦終了のお時間がやってまいりました。よし、おそらく天国モードではないんで、せっかく一撃3000枚超えましたし、前半戦はここで終了いたします。前半戦終了の時間が来たのでここで終わりたいと思いますが、後半戦も同じエヴァで挑戦したいなと思っています。頑張ります。はい、大好きなエヴァを朝から回ってみて、ちょっと朝周りはあんまり良くなかったんですけれど、まあ、他に打てそうな台もちょっとよく分からなかったんで、とりあえず続行してみたら、まあ、駆け引いてくれて、ワンセットだったんですけど、時短中なんとかまた引き戻して、でまだ駆け中なんですけれども、まあ、時間が来てしまったので前半はここで終了ということになります。後半もいっぱい頑張って出せるといいなと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。そしてマリカちゃんは前回の ART からちょっとハマり、400ゲームほど回したところです。うわ、びっくりした、びっくりした。どんな手を使おうが勝てばよいという卑劣な男、ギジでした。あー、氷水か。もっと続いてほしいな。3個目終了間際、念願の赤ナナビッグボーナスをゲットです。長かったよ、ケイさん。おお、避けて、やった。もう待ってましたよね、長かったね。今こんなやっとね当たったということでいい感じなんですが、とりあえずはまた後でお楽しみにしていてください。よし、前半戦終了。イエーイ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。お久しぶりのお二人ですか。約1年ですか。ねえ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 、はいはい、そう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 、はい、オープニングでさ、オープニングでさ、はい、ちょっと最弱なんとかとか言ってたじゃん。言ってたじゃん。言われて入ってきました。もうね、投資が湧いたよ。あれをきっかけにね、投資湧いたら出るんだ、すげえな。でも、いや、いいと思います、素晴らしい。
感じでいいんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。まあいいか。じゃあ、じゃあ、あきさんから、はい、見して、はい、見してもう、もうシュッとね、はい、流そう。投げやりすぎて、お前ら。はい。朝一モンキーターンを、そして5000円、うん、大当たりは3回、うん、レースが3回ってことですね。うんうん、1ゲームも上乗せしないで、うん、審査つけたんで、うん、もういいよって言って、やめて、番長のリセット狙いしたところ、うん、これが大当たり、うん。大当たりしました。やった。はい。で、いただきラッシュも無事入り、はい、入りました、うん、実は。で、上乗せもがっつりして、一撃で出たんですけども、万が一、高設定でも、ほらね、一回出ないじゃない、うん、と思って、出たところでやめと。あら、大人だ。大人ですよ。なるほど。はい、口に入れた。そうですね。で、まあ、この後はちょっとこう、パチンコでも、たしなもんかしらみたいな感じで余裕がね、でも、まあ、実際あれですよね、サーミンさんの出玉を見たらそんな余裕もなかった、うんうんうん、ちょっと驚きましたよね。そうですね。ただまあパチンコでこう後半どうにかできるかななんて期待を込めつつ、はい、今、エヴァの新しいのですね、エヴァ7ですね、はいはいはい、そちらの方で頑張っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。なんか若干眠そうな気がする。そんなことないです。でもお腹いっぱいだから、電車目が時間がじっとありますよ。大丈夫です。大丈夫。はい、ありがとうございました。じゃあチャーミー長尾さんお願いします。いいですか。いや、長尾さんにしなくてもいいですよ。待ってくださいね。まあ、お通しが1000円ということなんですけど、実質お通し3枚かな。そうよね。ゼロゲームでスタートするじゃないですか、リプ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 っていきなりリプレイが4連続しちゃったんで、もうその時点でポッドゲーム突入が確定じゃないですか。そうですね。でそこからまあ赤七様がですね、はい、通常時になんと2回も来まして、素晴らしい。もうなんか神がかってるっていうか、すげーなー、ね、本当ですね。まさに、まさに、違う、今皆さんどうやってうせえ見ちゃったよ、ね、ただあの、まあ、赤七はやっぱりゴッドゲーム中に引かなきゃ美味しくないじゃないですか、まあ、そしたら3回目の赤七様がゴッドゲーム中に、やったー、そんなことあるんだ、あるんですね、すごいなー、ね、3箱待ってましたもんね。だから結局、ゴッドゲームがトータルで16回出まして、すごい、あのちょうど前半戦終わり間際に、うん、あの抜けたんで、うん、1回鳴らしちゃいました。なるほど、しっかりしてますね。3544枚。で、後半戦はどうしようかなって感じ。あ、今から、はい、今からですね。そうですね、なるほど、貯金があるし ね、 ね、でも後半戦もあるとったらこれなくなる可能性もあるから ね、 そうですね、前半戦だけ出しといて最後って7-0でした。やめてよ、ちゃんさん大丈夫、大丈夫、今日の朝日は神がかかってるから。そうよね、うん、前回もすごかったもんね。はい、ありがとうございました。じゃあマリカちゃんお願いします。はい、私はじゃんこちらです。まああの朝から北斗に決めて、北斗を、まあ、ちょこちょこ打ち、あの設定変更してそうな台探してるんですよ、はい、で3台目でやっと変更してそうな挙動があって、まあ一応天国っぽかったので、はいはい、あ、これもしかしたら6だと3分の1でいくじゃないですか、なのでもしかしたら6かもしれないなっていうのをこう期待しつつ打って、最初はすごいねいいペースで行ったんですよ、ただもうスルッと飲まれて今やっと当たったっていうところです。でここから後半は消化していきたいなっていう。当たってる途中で、うん、デッドランプ中で前半戦終了。そうなんです。せっかくあの100回目ですから、はい、ラオウ商店、そうですね、100回目記念ということでね、やっぱなんか見せないといけないですよね。決めちゃえばいいですよ。本当ですか。じゃちょっと今回頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございます。そうかそうか、今までのね、今までのですよ、レディースバトルですと、こうここでね結構いい勝負だなとか、うん、海ちゃん次第だなみたいな感じで来てたんですよ、うん、だいたいオチだったんですけど、今日は違うんだからね。ラブちゃん、海ちゃん、海ちゃんは大好きなエヴァです。はい、で朝一ねちょっとね回転数がねやっぱちょっと厳しかったんですよ。いや、へそがねちょっと良さそうだなと思ったんだけど、ムラもあるんだけど、ただ私の腕もちょっと良くないかなと思って頑張ろうと思ったのだってさ、寝台に入ってさ、もう朝一さ、もう終わっちゃうくらいだよ。でね、両隣は結構回ってるわけですよ。
じゃあ私も回るだろうと思って頑張ってみたら作品弾けて、うん、作品弾けて、うん、ワンセット で、うん、で時短中に作品引き戻してね、で作品終わったらと思ったらまた引き戻してみたいな、で9連ですよ。すごいじゃん。今すごいじゃないですか。え、じゃあ全然プラスですよね。うん、プラス、まあ、一応そうですね。だいぶ後半はスタートしなくて済むくらいはあると思います。いい感じだってチャンリーさんいっぱい持ってるし、でもね、いい勝負だと思うよ。私もそう思いました。すごいいい感じ、うん、まあ若干マイナスだけど全然後半戦は残念もねどうした残念だってそんなにやさぐれる必要ないじゃん。そうそう、全然いいんじゃないですか。全然勝ってますからね。そう、うん、そう全然いいよ。お姉ちゃん本当私頑張る最高だよ何件なんかドロップキックされたような気がする今言葉のドロップキックですか。言葉のどっちかというとされてる側ですけどいい感じじゃなくてね。そんなことないよ。だってほらいっぱいはネットがいるんだから、もう頼りにしてますから。このチームなんだからさ。そうですね、頼んで、うん、ね、頼んで、はい、じゃあこんなねガールズトークもねちょっと盛り上がってるところなんですけど、はい、まあね、後半戦も頑張りましょう。頑張ろう、張というところなんですけれども、残念ながらお時間が来てしまいましたので、今回はこの辺りで、次回は記念すべき100回目、みんな見てね。じゃあもう私は飲まれても大丈夫ですね。私が出るわ。未開の姉妹を化粧化粧にしてやりましょう。やってやりましょうね。やってやりましょう。